今回ですね、こちらのカコ玉のミラハイですね、ミラハイの中級ですね、ちょっとやっていきたいと思います。こっちはマニュアルでやった方がいいですね。メンバーはこんな感じです。一応特攻を2枚入れてあります。フレンドさんはそうですね、やっぱりレベル高い方がクリアしやすいので、こちらを使用していきましょう。いきます。で、紹介は中央ドリブルやっていきましょうね。で、レベルが高いんでドリブル突破できますね。行きましょう。これもドリブル突破ですね。で、ここなんですよね。ここで技使ってくるんで、たまに。だから一応パスで後ろに回すって感じの方がいいかもしれないですね。ね、この辺にパスですね。で、サイド走って、で、このパスですね。このゲームは本当にパスゲーで繋いでいく感じがいいかもしれないですね。で、左サイド走ってパスですね。ちょっと混んじゃってますね、ゴール前が。後ろ回しましょうか。センターかな。パスで繋いで、あ、この辺にいい空きがありますね。で、右サイドドリブルですね。パスですね。あ、混んじゃってるかな。行ってみるか。あー、カットされちゃったな。ドリブル警戒ですね。ドリブルですね。あ、パスか。あ、ナイスナイス。で、ここで後ろに回して、前に回した方がいいかもしれないですね。あ、パス&ゴーやってみようかな。この辺が抜け出せるかな。あ、またカットされちゃったな。ドリブル警戒ですね。技で警戒っていこうかな。で、ああ、でも時間が少ないな。右サイドドリブルで、とりあえず前半戦は逃げ切っちゃいましょうね。変えずにこのまんまでもいけますね。全然スタミナ消費してないんでね。後半戦いきます。後半は相手からなんで、うまいことカットしないとダメですね。そうですね、ドリブルで、あ、失敗しちゃったな。ドリブルですね。あ、また逆使いちゃったな。パスですね。よし。で、パスかな。いや、ドリブルいきましょうね。ここか。前に過ぎますね、今度は。技で突破。パスか。パスで突破ですね。まあ、とりあえず、犬神あたりに渡しておきましょう。で、ガラ空きなところは左あたりかな。左サイドドリブルですね。パスですね。渡し合ったのはありかもしれないですね。で、センター走って、ここでオロチが来ちゃうんですよね、いつも。パスだな。この辺パスですね。で、右左サイド走って、スペシャル技火の玉パスですね。で、ここにうまいこと通ることを祈りましょう。で、ダイレクトシュートいきましょう。決まってくれ。よっしゃー、これであとは逃げ切ればいい感じですね。パスですね。はい。真ん中走って、で、パスだな。
これだいたい後ろに返しちゃえばいいんですね、逃げ切るときは。ですね、パスですね、後ろに返しましょうね。これラグビー形式で後ろに返していく感じでいいかもしれないです。まあ、うまくいけば前にまたゴール決められるんですけどね。あ、抜け出したな。よいしょ。あ、いい感じに来てますね。よいしょ。ただ後半45分過ぎちゃったんで、あーちょっとな、ちょっとポイント低い感じですね。まあ、こんな感じでしょうね。これをたまにいい感じにポイントが稼げたりとかします。やっぱパスは大事ですね。うん、よし、特攻分が乗ります。で、次元の旅人2の方のボードがちょうどですね、このクズの葉のやつが取ってなかったんで取っちゃいましょうですね。いきます。よし、やったね。さあ届いてるかな。あ、届いてますね。よいしょ、中身見てみましょう。あ、いいですね、絵柄も綺麗でいいですね。カコ玉の本赤の方もまだこのクズの葉持ってないんで、ちょっと嬉しいですね。今回はこんな感じでした。まだカコ玉勢なんかもアリスなんか全然埋めてないんで、あの辺を獲得していきたいですね。